何ケイがどうしたって。あるよね、ユキって。ケイがどうしたって。ちょっとずうずうしいところ。これもそう。何何何。え、なんかこれを食べていいって言うから、ケイがこれ食べるんだったら、うん、ご飯一膳食べろよって。うんうん。でもケイが優しく、あ、いいや、こんないいや、ご飯食べれないんだったら、ご飯食べてるの。俺の一口やるよっつって。笑っちゃうんだけど話は。あげたの。いや。したらドゥルーロとかあるじゃん。ドゥルーロ、うん、油。これでご飯すんわけじゃん。男は。ああ、まあ分け打ちはそうだな。うん。そこを全部ドゥルーロと共にこいつらを全部持ってった。くしゃみしてる。くしゃみしてるよ。何事が。汚ねえ、口からなんか出た。よだれ2回も垂らしてた。マジか。で？それはそれは許せん。許せんって怒ってるけど、まあ。プンプンなの？プンプン、マジプンプンこれ。でもしたらもうこれいらないって言ったらお前食えって言い出して、いやそれは豚肉に失礼じゃない？じゃあいいよ、き俺の食えよ。あ、優しいね。食べなさいよ、ドゥルンのとこだけ食べなさい。うちのパパに毒を食べさせたくないんで、ドゥルンのとこ食べてください。食えよ、脂身。仕事いっぱいしたから食べなって言ってんだから、そこはありがとう。いただきます。はい、食べなさい。うん、あの器の大きさってなんだろうね。2個譲れるから、ね、お前の器だからちっちゃいんだよ。やばいよ、もうこれいらないとか言って。失礼じゃない豚肉に対して。この豚肉はさ、お肉になってるのに対してさ、もうこれはいらないって全部やるよとか言って超キレてんの。ドゥルーンが食べたかったんだから、ドゥルーンを自分が食べなくて済んだんだから。俺は食べたかったの。いや、俺の食えよ。食べろよ、もうそのむしゃくしゃが夢に出るから。ああ、夢に出てきそうだよ。超キレてんの。もう説明する段階で雑魚すぎて笑っちゃうんだけど。ちょっと待って。だってそしたら言ったじゃん、さっきも。ここは僕が好きなところだから食べないでねって念を押さないからよ。俺の勝ちだ。いや、お前ほんと性格悪いよ。え、今はケイをなだめるために言ってるけど、お前ほんとになんかさっきから見てるとずーっとターン取ってるし、あ、まあでもいいかなって思ってたの。したらさ、ケイの一口もらったらその一番うまいとこだけ食べるっていう。その会社にいたらお前もうボコしてるねえ、一つちょっとゴリラ要素があるよ。そのね、ケイが口つけたわし食べたくなかったの。ちょっと待って、お前ケツ食ったけど、俺ケツも食ってたからな。食ってなかった。食ってるよ。俺一発目口ケツから言ったもん。口ケツから言ったもん。口ケツから言ったってなんかおかしいよ。いやでもそこで、あ、ごめんって言えるともっと大人だよね。あ、そうだったんだ。はいって言いま知らん。お前とは。ああ、謝ってんのにそこ譲れないんだったらお前ほんとずるんだよ、お前の頭が。油買ってくるまで。油じゃない、買ってくる。油じゃないんだよ。これ何？油。油に。脂身をお前持ってくるまで俺はもうお前とパパがくれるって言ってるじゃん。じゃあいいよ。その子はパパにするんでしょ。じゃあいいよ。気持ち悪い。脂身でこんな怒ったり笑ったり。いやでも面白いね、兄弟いるって。私そういう戦いがなかったじゃん、一人っ子だから。なんかその熱くなる、そのだって私なんていとこのお姉ちゃんお兄ちゃんと一緒に会食して熱い写真撮ってるって桃子言ってたよって言われて、あ、違う、駒込の桃子行って帰ってきたらもうないからね。え、ないって言ったら、え、席立ってあんたが悪いんでしょって言われて、あ、そうなんだ。駒込にある魚源っていう店のあの三兄弟、三バカ兄弟って思うしかなかったから、なんかそのなんかぶつけられるじゃん、思いを。なんかその俺の取ったなとかさ、俺が食べるとかさ。だってこいつに関しては優しさをうんこに返してきたからね。あ、そうだね。 でもわかんない、脂身をKが好きっていうことを認識してなかったらうんこ投げてないのかも。まあ、ちなみに脂身って噛み切れないからね。俺いけたの今日。俺がいけたからみんないけるって思うのも、でも私は言ったんじゃん、さっきドゥルンってきっと引っ張っちゃうよって。でもこの勇気のあの我関せず、ケイが脂身を愛してる、うるせえなぐらい、愛情よりちっちゃいな、愛情がくだらねえことで揉めてんじゃねえよ。俺愛してんだよ、豚の脂身を。もう俺知らねえしみたいな。なんだっけ、あの読んでるけど一人、ハンマ修二郎、ハンマーヘッドシャーク似てる。ハンマーヘッドシャークだね。いやなんかすごいね、そんなことで揉めれるんだ。いや俺脂身を愛してるから、愛してる人取られたら。空腹で飲んだからまたちょっとちょっと酔っ払ってるよね。出てるよ絶対。それはない、それはない。いやいつもだったら俺脂身を
だって脂身取られたことはないじゃん、なかなか。わかんない。脂身俺取られることってあんまないじゃんね。知らないよ。何脂身取られる。自分の脂で送ってなさいよ。言うね。引き殺すよ。脂身で。で何捕まった容疑は何。弟が脂身を食べたことに腹を立てて19歳の少年 A が。少年 A が。もう名前出んの今。出るよ。19は出るよ。19もう出るんだ。少年ホテモズさん最近18から18までだよね。え12でしょ。あれ12だから13で適用でじゃないの。14までだよね。へー。わかんない。まあいいじゃん、負け。何怒ってる。まあいいじゃん。ほらけ。だってでも半分は食べたんでしょ。半分、ちょうど半分。え、じゃあ別に半分あげればいいじゃん、脂身。違うよ。一口と半分は違う。何？分かんない。分かんないけど、これ。だってこれ半分の脂身は食べたんでしょ、自分で。食った。いいじゃん、可愛いお父さんに半分あげればいいじゃん。一口違うよ。だって一口半分いっちゃったらどうすんの？口の中に入ったんでしょ？それ脂身だけだからさ。脂身とこのパスタ屋さんのところで、俺はって思ってたの。でも一口じゃん。じゃあじゃあ、どこを食べるかなんて言って、ありじゃないよ。どこを食べるかなんて言ってないでしょ。言ってないよ。じゃあいいじゃん。だって俺脂身大好きなんだから。それでもあげたんだよ、食われないようにって願って。サラダ油飲ましてやろうか。パパのこの食べたやつ、うん、脂身をほら、やら、まだ手つかずの、はい、食べなさいよ。手つかずなの。ほら早く食べてよ、やばい。あれどこ行った。ティッシュは。やばい、なんかそれ漏れてるってこと。あの上も漏れてるよね。早く食べちゃって。脂身食べるよ、その手つかずのあのタンみたいなやつ。早くドゥルン食べちゃいな。なおちゃんそこ別にいらないから。ほらタンみたいな顔しないで。早く早く食べなよ。いただきます。そんなそこが好き。でもわかるな、私も若い時好きだったかも。うまいよな、脂身な。うまいよ。あそこが楽しみだったかもね。でもそこまで怒ることでもないな。いや、俺脂身を愛してる。じゃあ脂身と結婚しろよ。え？脂身気持ちいいかもよ。買って。そう、買ってないから。え？次の誕生日に好きだったらね、アンパンマンが。お前そんなアホみたいな入れ墨入れて脂身こっときて怒ってんじゃねえ。油って入れればよかったよ。油命。うん、あれでしょ、月編の方の油ね。あ、言う、脂肪の方ね。うん、面白いね。今日はもう K が一等賞だな。でもさ、うん、俺前の言い分は聞かない。いや俺の勝ち、勝ち負け言っていいんだよ。まあいいじゃん、お前マジで食うぞ焼いて。でも豚食ってんだから一緒だよな。焼いての勝ちじゃない。勝ち、ちょっと待ってよ、負けだから。お前負けだよ今日。分かったよ、それでいいから。油を返せ。だからなおちゃん食った、お前が食った油だよ。それ以上の倍が返ってきたじゃん。袋切った。ラッキー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 。ジュルン早く食べてるじゃん。食べる。だいたいさ、もんなしが飯食えてるだけありがたいと思うよ。そもそも。いやいや、いいからその、ちょっとドゥルンって食べるとこ見せてよ。うん。ドゥルン食えよ、ドゥルン。それに入れて、ちょっとその脂身をビーンって口の中に全部入れてみて。で、バチンってやってみ。バチンってなるから。じゃあもう一回温め直して。マナがいなくない？マナね、この辺にいるんだよ。あ、分かりづら。ちょっとね、取って食べるって。あ、食うの？いただきます。そんな、ちょっと違うよ、そうやって食べないで。油のとこビーってやればいいでしょって。うわ、食い切れんじゃん。食い切れんじゃねえ、噛み切れるだ、バカ。噛み切れんじゃん。だったから噛みちぎるつもりはなかったんじゃない、ゆうきは。そもそも油が、うん、もともとなかったんだよ。だからいいじゃん、油食べたかったんだもん。俺はそういう神経が嫌いなの。いや、だから油食べたかった。だから一口って言っ
たらこうじゃん。じゃあ油食べないでって。なんでこいつ油もこいつ全部引っ張ってた。だから油食べたかったんじゃない？だからこいつの神経は気に食わねえんで油食いたいから。いやもしかしたら勇気は油身系に食わしたくなくて自分で食ったのかも。ダメダメ今それは言ったけど。あのさあ馬が一頭いました。親子、お父さんと息子。ね、馬を連れて歩いてます。馬がいるのに乗らないで歩いてるあの親子はちょっと頭悪いんじゃないかと。じゃあどうしようかって。お父さんが乗りました。で、息子が馬を引いてます。町に着きました。あそこんちは息子に馬を引かしてお父さんが馬に乗ってる。なんてひどい親なんだ。それを聞いて、ちょっとお父さん、気まずくなって降りて子供を乗せました。で自分が馬を引きました。次の町に着いたらあそこんちの子供は自分が馬に乗って親に馬引かせてる。なんてひどい親子供なんだって言われました。今じゃん二人乗ったら今ので、そう二人乗ったのよ。次の町にあそこの親は二人で馬に乗ってる。馬がかわいそうだと思わないのかな。なんてひどい親なんだ。わかる？勇気は脂身がもしかしたら毛は嫌いなんじゃないかと食べてあげました。でも毛からしてみたら脂身取られた。今もう無理じゃない。何言われても多分脂身を食われたって。そう、だから見方を変えたらまた違ったかも。でも脂身は違うんだよ。景色が見えてきますよっていうお話。勇気の優しさだったかもしれないし、勇気の浅ましさだったかもしれない。浅ましさの塊だもん。そうね。だって、だって本読んでるもん。こいつ別にって、俺関係ねえしみたいな。俺の胃から出そうかみたいな。返してほしい。ゲロ吐いてやろうかって口の中に。それはちょっと。じゃあもう喋んない。いいじゃない。もうお父ちゃんの愛で。含まれて終わりでいいんじゃない？いやこの面白いね兄弟のこの争いって私はなかったから超面白いんだけど、この何向きになってこの油何のだっけ。え私さ食べ物何も向きになんないんだよね。なってる、うん、え食べたかったのにとは言うかもしれないけど、そこまではふてくされないね。いや俺も他だったら言えた。でも豚の油には違うね。それ子供が食べちゃったらどう。自分のお父さんの脂身でしょうかっていう。そうは言えないな。ゆいちゃんが食ったら、うん、あげるよ。でも、でも腹の中はあ、脂身食べちゃうんだみたいな。それは少しは重い、まあ、勇気だから許せなかった部分がある。こいつ濃すいじゃん。確かに濃すいよ。お前もな脂身ごときで。わわ普段の勇気ちょっと濃すいんだよ。まあ確かにな。溜まってった部分はあるよな。ほら別に、え何って何って。ごめんほら本人がそんな反省してないっていうのも多分昔から。もうこの発言発言なんかさ、こういうキャラクターって必ずドラマのゾンビの中にいるよね。いるね。いる。ゾンビの中に。あいつタイプじゃない、あの生きがってけど僕って言ってるやつ、剣振り回すやつ。あのどっかのチームのリーダーで、あの女の人殺されてゾンビ送り込んだやつ、一生懸命探してたやつ、なんつったっけ。あのなんか刀使ってる。あだから刀振り回してるって言ったじゃねえ。あの強い人。そうそうそう。あれ僕っていうの。うん、あ僕って言ってるかも。あれも品がいいだけじゃないかな。でもあれって本当に強いじゃん。強い。勇気は多分立ち向かえない。うん確かに。だって自分が一番大事だから。お前だけ、お前だけ。ねえ、なんで俺がやんなきゃいけないんだよ、危ないじゃないかみたいな。危ないよ。危ないから俺が行くわけないじゃん。OK、ビールがないの知ってる？はい、できます。はい、できます。 Thank you。 もういいんじゃない、今日は。じゃあ今日はいいですか、K 君が怒った日です。もう許したんですか。許した。じゃあ終わりで。よかったよかった。今日はこれでウッドベルのトラブルのお話は終わりです。はい、まあ、俺の勝ちで終わった。じゃんじゃん。じゃんじゃん。